皆さんこんにちは。田島美和のちょっと一言もっと一人言、今週も始まりました。約1時間よろしくお付き合いください。さて今日は湿度が高いですね。不快指数どれくらいいってるんでしょうか。まあこの時期っていうのは本当にちょっとこう湿っぽいというか、なんかムシムシして生活しづらいと思いますけれども、先週もちょっとお話したと思うんですが、今年の梅雨ってすごく長いらしいですね。ちょっと私聞いた話によりますと、梅雨明けが8月の頭だというふうに聞きました。それでこんなに暑いから私もちょっと意外だったんだけれども、冷夏ということです。いやー、梅雨が長くて冷夏って本当にね、どうなっちゃうのかななんて思いますね。あの異常気象だというふうに言われてもう随分久しいですけれども、本当にね、世界のこの環境ってね、どうなってしまうのかなというふうに思います。あの私が子どもの頃というのは、もちろん夏はすごく暑くて冬はすごく寒くてというのがあって、はっきりとこう四季が分かっていたんですね。世界の中でも日本ほど四季がはっきりと分かれていて、本当四季折々という言葉がある通り、こんなに綺麗な国はないというふうに、あの私海外に行ってた時も思っていたんですけども、もうこうなってしまうと、なんか四季のこう移り変わりとか、はっきりしたその四季感っていうのが薄くなってきたような感じもします。まあ、それに伴って私たちのこう体調もね、ずいぶん影響されていくと思いますので、どうぞ皆さんお気をつけください。私あのもう何週も前から皆さんにあのご心配をおかけしました、気管支炎なんですけれども、ずいぶん本当におかげさまでマシになってきましたが、今年のというか今回の気管支炎、あの私こんなこう長くちょっと体調が悪くなるっていうのは、多分この番組でもお話したと思うんですけど、小学校3年生以来なんですよね。小学校3年生の時ってなんかちょっとこう熱っぽくなって、確か学校1週間ぐらい休んだと思うんだけども、まあ本来こうすごい元気者なんですけども、自分でもね体力を過信しているぐらいなんだけど、こんなにちょっと声が出づらくなるっていうのはなくて、で随分良くはなってきているんだけども、ただあの毎日のように私声を使ってますから、あのはっきりとっていうかこう鮮明に治らないんですね。なのでちょっとまたあの声がですねかすれてきたりとか、あの聞き苦しいとこもあると思いますけれども、皆さんどうぞ、ご容赦いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして今日が6月の17日明日なんですけれども、6月18日水曜日の、夜のですね6時45分と、それから20時6時45分と8時45分ですね、一つが18時45分ともう一つが20時なんですが、ちょっとこの前お話したと思います。あの市ヶ谷にシャンソニエでユーロというお店があるんですね。でそこで私の知り合いがそこに出て行って、あの今から1ヶ月半前ぐらいかな、2ヶ月近いのかな前に、あの一緒に出ませんかとお誘いを受けて、私もそうですねというですね、あの勢いでお返事をしてしまいまして、で結局明日なんですけど、その市街のシャンソニエのお店でちょっと私歌を歌うことになってます。もうこんな声で大丈夫かなって思うんだけど、まあ、あのそのお話があった時って今から約2ヶ月前だったので、まだ気管支炎になるね1週間前ぐらいだったと思うんですよね。でその1週間後からちょっとねこんなになってしまって、だから明日ちょっとどうなるかななんて思って心配なんですけれども、まあ、ちょっと頑張ってみようかなと思ってます。そしてもう一つ、今日はですね、あのいつものご案内を私が持つといういわゆるオーソドックスな方法ではなく、今日はですねこの画面から皆さんちょっとご案内見ていただければと思うんですけれども、7月の18日の金曜日ですね、来月7月18日の金曜日なんですけれども、第3回目のキラキラセミナー、まあ、キラキラトークショーですね、清井町 の、 あの第2回目に行いました、清井町ビルの中に入っている、まあ、あのタブレスという、まあ、イタリアンのお店なんですけれども、まあ、そこで第3回目を開催することにいたしました。第3回目はですね、美容家の方に、まあ、ミニセミナーということで、ご本人はちょっとご謙遜されて、いや皆さんミニミニセミナーでお願いしますだってことだったけど、ミニミニセミナーって一体何分ぐらいっていう、私も笑いながら思ったんですけども、一応その方の、まあ、ミニセミナーがあって、それから対談形式の、まあ私のお話があってという、そういうことで予定してますので、
まあ2回目の時もね、先週じゃないわ、あれ2回目っていつでしたっけ、6月の、確か30日、そうですそうです、月末で週末の金曜日で、すごく皆さんから嫌がらせですかとクレームを笑いながらいただいたあの日でした。もう月末で週末の金曜日と、なんかダブルで大変な時にですね、皆さんに来ていただいて、ただなんかこれは自分たちに対する嫌がらせなんですかとか、まあ、ちょっと冗談っぽくね笑って言われましたけど、私もそんなにつもりなくて、たまたま6月空いてるのがもう月末だったんですね。それでまあ週末金曜の方がまあゆったりでき皆さんができるのでなかろうかと思って決めたのが、一応これ私周りのスタッフとも相談して決めたんですよ。私が一人でこう競合突破したわけじゃなくて、で結果的にそれが6月の月末の、週末の金曜日だったというね、なんかダブルで、よくよく考えてみたらば、よくよく考えてみればこれは結構大変なことだったのねなんて後で思ったんですけれども、なので、今回からは月末はやめようと、いろんな意味で月末は皆さんは大変だとおっしゃるので月末はやめることにいたしまして、今月というか次回は、今回は7月の18日金曜日は変わらなくて金曜なんですけど、まあ、金曜がねっていう方もいらっしゃるので、またまた次回からは金曜日を外そうと、もう皆さんからちょっと来にくくなるっていうことを全て取っ払って、もうなるべく来ていただくようにということでね、ちょっとこちらの方も考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。あ、綺麗に出てますね。こちらのお店は本当に私会がある時って自分自身はあんまりっていうかほとんど食べないんですね。皆さんとのこうお話で盛り上がって、まあ、飲むのもねせいぜいお水一杯ぐらいなのかな。もう飲んだり食べたりとかもほとんどしないので、でも食事は美味しかったということを皆さんに言っていただいてます。はい、それで前回の時は皆さんとちょっと一緒に集合写真を撮りましたので、まあ、今回もねどうなるのかなと、まあ、結構集合写真って30人以上になると結構大変なんですよね。だからちょっと今回どうなるのかななんて思ってますけれども、とても本当に楽しい回ですのでね、また皆さん本当にぜひいらしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今週も素敵なゲストの方にお越しいただいております。それでは早速ご紹介いたしましょう。ピアニストの遠藤誠二さんです。こんにちは。こんにちは。皆さんどうぞよろしくお願いします。お忙しいところね、今日本当にゲストに来ていただきまして、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。遠藤さんは私の知り合いの方の、遠藤真澄さん、この番組出られたんですよ以前。あ、そうなんですね。そうなんです。で、遠藤真澄さんの、ライブの時に私がちょっとお伺いした時に遠藤誠二さんが、いらしていて、その演奏っていうかパフォーマンスを私が、まあ、見て聞いて、ああ素晴らしいなと感動したという次第なんですけどね。それで、まあ、私も、まあ、今もちょっと冒頭でもお話しましたけども、まあ、いろんなところでいろんなイベントやったり、いろんな会をやったり、まあ、いろんなパーティーをやったりとか企画したりとかしておりますので、ぜひまた今度私の会の方でご一緒していただくといいなということで、ちょっとご縁をかけさせていただいて、まあ、それがご縁でまた今日ね来ていただいたということなんですけれども、遠藤さんは、はい、まあ、私ピアニストってことでご紹介しましたけれども、はい、まあ、いろんなジャンルっておありになると思いますが、はい、まあ、そういうお話をこう今の取り組みをちょっとインクルードした中でちょっとご紹介いただければなというふうに思います。はいはい、まあ、ピアニストとご紹介いただいたんですけど、はい、まあ、一応自分の軸となるのはジャズピアノとして、そうですね、22の頃から一応プロ生活をスタートして、はい、ジャズピアニストとしてずっとやってきたんですけども、はい、まあ、今のメインの自分が目指している活動としては自分の作曲したオリジナルをメインにしてやっているので、そのオリジナルに関してはちょっとジャズの要素が少しだけ入った、うん、はい、あとクラシックの要素も入ったみたいな、そういう音楽を、あー、なるほど、自分の中のメインとしてやっています。はい、また仕事はやっぱりジャズの
仕事がすごい多いんですけど、あ、やっぱりそのジャズがメインということですね、はい、メインがね、はい、でその他に今おっしゃったクラシックとか、まあ、はい、他のジャンルもということなんですかね。オリジナルとか、そういうポップスとか、あ、なるほど、はい、あの22歳からプロとして、はい、あのおやりになってるっておっしゃってるんですけど、はい、まあ、私ね、あの今のご年齢あの知りませんけど、はい、まあ、十分にお若いでしょ。いやいや、もう36ですね。あ、そうですか。でもちょっと、はい、でもなんか実年齢によりはお若く見えますよね。そうですかね、明るいけど。まあ、夜のお店だとよくそういうことを言われたりしますけど、ね、うん、あ、そうですか。あ、ちょっと照明の加減でね、今日も皆さんどう映ってるんでしょう、この昼間のこの明るい照明の加減ですけどもね、はい、あのでもまあ22歳からプロになられたということですけども、はい、ピアノ自体はお子さんの頃からずっとやってらしたんですか。そうなんです。自分の父親がやっぱり音楽のピアニストではないんですけど、あの高校の音楽の教師をやったりとか、なるほど、ちょっとしたあの子供たちにピアノを教える教室を開いたりとかしていたので、はい、なるほど、僕自身は4歳から、あ、そうですか、始めましたね。あ、はい、なるほど。また12歳ぐらいの時に一度辞めて、はい、辞めた、辞めてで10年間ピアノ辞めてたんです。あ、そうなんですか。あのその辞めた理由っていうのは、まあ、12歳ですから、まあね、お子さん的な思春期とか感情の問題だと思いますけど、それもあったと思うんですけど、まあ、メインは野球をやっていたんです。え、そう、野球でもなんか野球ってイメージないですよね。よく言われますけど、丸坊主で、あ、そうですか、五分じゃなくて五輪狩りでやってました。へえ、はい、なんか全然今を拝見すると、はい、今のいでたちとか今のルックス的なものをね、全然ちょっとイメージがないんですけど、あのいわゆる野球少年だったってことですよね。野球少年なんですよ。あのリトルリーグって言って小学校から、はい、公式野球を使うやつから、うん、シニアリーグに上がって、高校野球を3年間やって、はい、で大学野球を、あ、じゃあ結構本当に長い期間野球、はい、そうですか。じゃあ、はい、あのその長いなんていうのか、野球少年時代の間っていうのは、はい、やっぱり将来じゃあ野球のプロとしてなんとかっていうふうに思っていらしたんですか、その頃も。やっぱり目指してましたね。そうですよね、それだけ長い期間ね。あの子供の時は野球やってるみんな全員そう思ってますからね、プロになりたいと思ってますから。やっぱそうですよ ね。 そうですね。あ、そうかそうか。大体その限界に気づくのが高校、うん、だったりとか。そうですか。もしくは遅い人で大学生とか。あ、僕は大学1年までまだ可能性はあると思ってます。じゃ あそうか。じゃあその大学1年生まではまあ野球でってことで、はい、まあ、今ねの言葉を借りると可能性があると。じゃあ大学2年生からその気持ちがこうガラッと変わったってことですか。ひょっとして大化けするんじゃないかとか思っちゃう。うん、あ、大学生の1年生なりにね。大学1年生なりに、あの大学1年生の時に全然関係ない話になっちゃったんですけど、はい、神宮にですね、あの大学野球を見に行ったんですけど、うん、その時あの新岡選手、新岡選手、あ、巨人、はい、巨人にいて、はい、今は移籍しちゃったんですけど、はい、お名前はが確か大学4年生で、あの球場の外で出会った時に、はい、体の大きさの違いと、あと試合で見た時の打球を見て、あ、無理だなと。これはもう、そうですか、僕はいくら大化けしてもここまではなれないなと、そこまで気づけなかったです。ああ、そうですか。やっぱりまあプロ野球の、ね、選手の方っていうのは本当にやっぱりあの体格がすごくすごいですね。ね、あのこう縦横がっちりされてる方多いですよね、はい、私もあの元プロ野球の方で今監督をやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、はい、あの存じ上げてますけど、その方がプロの現役の時、はい、私ちょっとお仕事とかで一緒になったんだけども、あのやっぱり直接見るとすごく大きいんですよね。大きいんです。で、あのこうやっぱりテレビって何でもそうですけど、それプロ野球の方以外でもそうなんだけど、あの私こう画面を通して見るより生で見ると
パッと圧倒されますでしょ。圧倒されますね。ね、まあ、そのがたいの大きさとかいろんなことでね、うん、私もあの前もう随分本当前って言っても随分前ですけど、はい、お仕事で一緒になった時に、わテレビで画面を通して見るよりその現物っていうかあの実際に見るとすごいこう体格がいいのねってこう、うん、とっても圧倒された記憶があったので、うん、今のそのコメントは、はい、私は私なりにすごくよくわかります。それでじゃあもうこれはダメだということで、これは僕はプロ野球は無理だなと思ったんですけど、あの、まあ、大学野球は一応3年、うん、4年頭ぐらいまで続けたんですけど、はい、まあ、僕大学で体育の専攻に入ってたんですよ、うん、体育教師になる。あ、そうなんですか。どちらかというとやっぱりこうなんかそっち系というかアスリート系というか体を動かしてアウトドア系ですよね。アウトドア系をやっていて、はい、で体育の教師の免許を取って、こうなったら高校野球に戻って、また甲子園を、あ、なるほど、監督として目指そう、監督としてね、っていう夢に切り替わった、はい、なるほど切り替わったんですけど、はい、まあけど今度野球をまた大学を重ねて、大学野球をやってるうち、あの指導者として僕は人に厳しくできないんじゃないかとご自分的にちょっと指導者としてはこれは失格だと。いや、これは僕が監督になっても強いチームにならないから。なるほどね。これは困ったもんだと思って。あ、でもあの遠藤さんってこう、はい、このね短い間お話を聞く中で思うのは、はい、自己分析がすごくお出来になることなんですかね。そうですか。初めて言いました。いやいや、あのね、人間って結構いろんなあの経験を踏まえてきてね、ある一定の年齢になると、まあ、それは今までのその過去のあのまあいろんな実績とか自分のその体験を通してこういうものだなとかああだなっていうことがだんだんその実績として実績の裏付けとしてね、うん、分かってくるものなんだけども、うん、まだその若い時ってそういう大きなというかあの数多い実績ってないでしょ、はい、でその時に自己分析するできる人っていうのはそんなにあの多くないと思うんですよ。なるほど。だから今のお話を聞いているとまずその大学生の時1年生の時ですよね、はい、それからその後やっぱりこう自己分析をして自分の方向性を変えられてるわけじゃないですか、はい、今こんなになっちゃってますか。いやいやいや、でもそれはあのやっぱり自己分析できるということはね、ある程度お若い時に、ね、それはこうすごいなと。あんまりそんなに多い人数の方がそれをおやりになってるかというとそうではないと思うんですよね。だからまあある程度若い時から、まあ、そういうふうにこう冷静にとか自分で意識されてたかされてなかったか分かんないけども、一応こうあの分析をされていたということでしょうね。じゃあそれでね、すいませんちょっと話の、はい、あれ、私の方でね、はい、すいませんあの話を追ってしまって、あのじゃあそこまで行きました、はい、じゃあ自分は指導者として、はい、まあこれは向いてないんじゃないかと、はい、失格じゃないかということから、はい、そこからまた音楽の方に復活したきっかけって何ですか、はい、野球が終わってですね、大学野球が終わって、で、たまたまなんですけども、はい、国立音楽大学あります、ね、はい、その学園祭で音楽療法の講習会がある、日野原先生って、あの有名な、はいはい、日野原千明さんの音楽療法の講習会があるから、うんうん、はい、行ってみたらどうだろうと、なんか大学の先生に言われたんですね、はい、でなんとなく音楽療法って、うんうん、あの全くわからないけれども興味があったので、うん、ちょっと友達を連れて、うん、でちょっと学園祭だから遊びに行こうと、うんうん、で 4,5 人で行ったんですけど、それがちょうどあの校舎の中の2階で講習会がやっていたんですけど、はい、階段登る前になんか音楽が聞こえてきて、はい、まあ、見たらいわゆるジャズ研ですね。ジャズ研究会、うんうん、はい、国立の学生のジャズ研の催し物がやっていて、なんか気になったので、あ、なるほど、うん、ちょっと友達ちょっと先に行ってて、ちょっと聞いてから行きますって言って、でそこで
聴いたの、まあもちろんジャズだったんですけども、もうそれが衝撃的な出来事で、あの、まあ、ピアノの女の子が弾いてたんですけど、譜面もなく、アドリブをやってるんです、嘘だと思ったんです、そんなことできるはずがない、僕の知ってる中のピアノで、こんな風に、あの学生がね、弾けるはずがない、きっと譜面を覚えて、今やってるんだと思って、そこで2時間ぐらい聴いちゃったんですけど、そうですか、あの日野原先生には行かなかった、行かなくてねで聞いてる、どう見てもやっぱりアドリブなんで、でそこでなんかね、自分の中で、なんで僕は弾けないんだろうと、昔やった、何年間かね、やっていたのも一曲も弾けないし、その彼女たち彼らたちがやってるものを一つもできないなということで、怒りが、怒りですか、憧れとかじゃなくて怒りだったんです、自分に対する怒りなのかな、もうあの怒りは忘れられない、そうですか、そんなに強い感情でした、もう本当にすごかったんです、でもそれが本当にきっかけで、その日からチェンジと、僕はもうピアニストになると、あ、そう、それは大学な、大学3年生ぐらいですか、終わりぐらいですね、そうですか、じゃあ本当にそれすごいきっかけになったんですね、あの時にそのね、先生からちょっと聞きに行ったらって言われなければね、その場面に出くわすことないでしょ、ないです、だから何でも私よくね、あの、まあ、これ他のところでも話してるし、この番組にいろんなゲストの方があのお越しになりますけども、あのいろんな場面で私も話しましたけど、やっぱりあの自分のそのなんていうのかしら、こう分岐点、その歩む道の分岐点ってありますね、あるんですよね、でその分岐点になるときに何かこうご縁っていうのがあるんですよね、だからそれって不思議だなというふうにね、思うんですけども、あの遠藤さんの場合も、あのそれがね、それが縁ですね、あったから、ね、だからまたあの以前お子さんの頃に6年間ですよね、6歳から12歳まで、ね、だから6年、あ、ごめんなさい、6歳から8年間ですか、そうです、ね、やってた音楽の世界にまた、まあ、ちょっと戻られて、じゃあこれでやっていこうという気持ち で、もうやるからにはもうプロのピアニストになろうと、なんかひらめいた、ひらめいたっておかしいんですけ ど全く弾けない状態なんですけど、なんか多分その怒りから決めちゃったんです、あ、そうかそうか、決めちゃって、じゃあどうしようか、なるほどね、あの強い怒りが多分あの自分の中のご自身の中のスイッチ入っちゃったんですね、入っちゃったんです、そういう時ってありますよね、あの、なんかこうスイッチが入っちゃうってね、あ、じゃあ本当に文字通りそうだったんですね、忘れられない、あ、そうですか、じゃあまあそれが大学3年生の頃だったと、じゃあそれからじゃあもうプロになろうということで、まあいろいろとこうちょっとこう、じゃあまたあのピアノの、まあ、そうですよね、プロになるための、まあ、いろんなそのレッスンとか勉強とかあるわけですけれども、まあ、そういうことをこうスタートさせ、またスタートっていうか復活されたわけですか、そうですね、まずピアノがなかったので、あの家に電子ピアノをまず、そこに買って、さあ指が動くのかなと思って、まず試してみたら、左手でドレミファソって弾けなかったんです、あ、そうですか、ドレミファソファミレドが、ドレミファソみたいな、なるほど、あの思い通りに動かない、やっぱりもうずっと弾いてなかった、やっぱりあれですよね、それだけのインターバルがあったわけでしょ、何でもインターバルがあるとやっぱりそういうものですかね、そうなんですけど、うん、けど右手が動いたんですね、で、ドミレファソって弾こうと思ったら、ドミレファソ、ソミファレミド、ソミファレミド、あ、動くなと、生きるかみたいな、またそこで自己分析が、自己分析が、あの時右手がやっぱりあれは子供の記憶がまだこの、ここの筋肉に残ってる、忘れないんだなっていう、あのね、遠藤さん、なんかそういうのあるみたい、
私もね、本当にちょっとそういう同じような、同じようなっていうか、こう似たような経験してますけれども、ちょっとその話をする前に、はい、そういう自己分析の、得意な、はい、お子さんの頃から得意な遠藤さんですけれども、そんな遠藤さんのですね、アルバムからちょっと今日は、何曲かお聴きいただければと思いますけれども、こちらですよね、はい、これは、はい、いつ頃出された、これはもう、はい、アルバムですか、もう2012年になっちゃうんですけども、2年前ですか、はい、ね、ピアノのソロアルバムで、はい、全曲、うん、僕が作ったピアノ曲になってます。そうなんですか、はい、分かりました。ではこちらの、アルバムをですね、皆さんに聴いていただきたいと思います。
とても優しい、ね、曲ですよね。まあ、ちょっと今少しお話しさせてもらいましたけど、このアルバム自体がまあこういうイメージのもの、そうですね、で、まあ、全体的に、まあ、こういうものをテーマにした、まあ、この優しい感じをテーマにしたというようなアルバムだっていうことをちょっと今聞きましたけども、遠藤さん的にはこういうちょっとなんていうのか、ミディアムテンポとかスローテンポっぽいものと、あともっとこうアップテンポのものと、どちらがどうですか？僕はね、やっぱりスローテンポだったり、そういう方がやっぱり好きで、なんかピアノなぜ好きかというか、その優しい音が出る楽器だなっていうのが、僕がピアノの好きなところで、よくピアノは打楽器だと、一般的には言われて、そうなんですけど、僕は打楽器だと思ったことは一度もないんです、ね、そうですか、まあ、そういう打楽器だと思って弾く方はいっぱいいらっしゃる、はい、だったらじゃあ僕は思わなくてもいいかなるほどね、はい、だから僕はもう絶対打楽器、ピアノは打楽器じゃないと思ってて、ピアノは優しく弾くものだっていう自分の信念があるんです、でもそれ多分遠藤さん自身がお優しいからじゃないですかね、はいはい、そうなんですか、まあ、私もちょっと、私はね、ピアノってやったことないんです、はい、いわゆる、まあ、エレクトーンってありますでしょ、あれは私も小学校の、3年生の頃に近くの音楽教室に通ったんですね、それでその時はすごく好きだったんですけど、私も、1年ぐらい通った時に自分には合わないのではないだろうかと、小学校だから3年生で始めたか4年生の頃に、自分はちょっとピアノというかエレクトーンとかこういうものが合わないのではないだろうかと、はい、なんでそう思ったかというと、その音楽教室主催の発表会があったんですよ、それで私も演奏したんだけど、なんかまだちっちゃいなりに満足しなかったんですね、でそれが大きなきっかけになってたと思うんですけど、私はひょっとしたらこれは私に向いてないんじゃないだろうかと思って、もう自分の勝手な判断で辞めて、それで小学5年生から、私の場合はいわゆるそのもっとそのアスリート系だから、いわゆる、何でしょうか、水泳の方に、セミクラブの方に行ってしまったんですよ。それは結構長く続けましたけれども、だからなんかやっぱ子供なりになんとなく自分にこう適してるのかなとか、合わないのかなって、なんとなくあるような気もしますよね。まあ、私はそうでしたね。だけどとっても本当にこう今のね曲も優しい感じだし、まあ、優しいピアノは優しいとおっしゃったので、やっぱそれは遠藤さんが性格的にね、キャラクター的にこう優しいキャラクターの方だからだと思いますよ。よくなんか出ませんか、その人のキャラクターが作品に。必ずね、やっぱりね、いろんなピアニストを聴きに行きますけど、出ますね。そうでしょ、人によって全然違うし、ねえ、結構こう性格の激しい方ってやっぱりそういう激しさがこう出てると思うんです、作品に、ね、だからこれはなんかその方のこう、まあ、性格的なものとか、はい、と生き様みたいなものがね、やっぱりピアノに限らず作品に出ると思う、音楽に限らず ね、例えば絵だってそうじゃないですか、はい、書もそうだと思いますけれども、歌もそうですよね。私も以前歌を、ね、やっていて、また最近ちょっと歌をやるようになりましたけれども、はい、なんとなくそれで、ね、全部こう共通しているような気がしますね。私もこうどちらかというとそういう、まあ、スローテンポとかミディアムテンポの優しい曲も好きだし、まあ、アップテンポの曲も嫌いじゃないんですけども、でもあんまりなんかね、こう元気っていう歌はちょっと苦手なんですね。もともと元気者なんだけども、歌になるとね、なんかこうなんかいわゆる応援ソングってあるじゃないですか、元気な、あれはなんかねちょっとね私苦手みたいなんですよ。
で今この番組でもちょっとお話したんですけど、うん、前私遠藤さんにも話したと思うんだけど、うん、ちょっと自分でね、はい、自分のオリジナル曲を作るべく詩と曲をっていうお話があって、はい、詩はねもう随分昔にちょっと自分で詩を書いてみたらどうですかっていうことがあって書いたんだけどすぐ却下されて、はいはい、それがトラウマになったのでもう二度と書かないって思ったんですけど、まあ、それでも今回自分でってことだったのでそれで、まあ、いいヒントもらったんですけどとにかくこう愛をテーマとか、うん、あとは人生の、まあ、人生をテーマにしたものとか、うんまあ、何でもいいから、まあ、いろんなテーマごとに、まあ、日記みたいなものでとにかくいろんなものをちょっと書いてくださいということなので、うん、私もなんかね今書いてるんですよ日記風なものを、そんなことチャレンジしてます、ね、チャレンジしてま す, すで、うん、曲の方もねもうこんなことをね、はい、もう遠藤さんに言うと、はい、もうちょっと叱られるかもしれませんけど、はい、ちょっとだけワンフレーズだけ浮かんでるんですね、うん、いいですねいいですかでもワンフレーズですよ いやワンフレーズ決まったらさっきのイントロの話じゃないんですけど、うん、いいのができたら、うん、あと決まるんですよあ、本当です。やっぱそれ大事？いいワンフレーズができたら、ええ、勝ちなんですよね。あ、なんか本当ですか？特に、まあ、それは出だしですか？出だしです。出だしです。出だし出だし。出だしがね、うん、一番僕が大事だと思って。あ、そうですか？出だしが良ければ、本当に？あとは、うん、多分出だしの要素って。70% ぐらい占めてるような気がする。そんなにですか、うん、ね、不思議なことにね、ある打ち合わせをしているときに、はい、私別にこう曲を曲をと思って意識してその出だしのところが浮かんだわけじゃなくて、はい、打ち合わせをしていたんですよ、はい、仕事の打ち合わせをね。で、打ち合わせしているときになんとなく、あ、こういうのいいなって頭の中に浮かんだ、まあ、いわゆるそのフレーズとかメロディーがあって、うん、メロディーって言うほどの、まあ、大それたものじゃないんだけども、うん、それでじゃあそれをちょっと頭の中に記憶させておこうっていうのを打ち合わせの時に思ったんですよ、うん、でそれがずっと頭の中にあるので、それ忘れないっていうのはやっぱすごいですね、うん、そうですか。普通思い浮かんでも、やっぱり忘れないってことはいいメロディーなんだと思いますね。そうですか、うん、嬉しいです。忘れちゃうんですよね、やっぱね。あ、その場合がいいなと思っても、自己満足になっちゃうメロディーって思い出せないですよね。そうか、やっぱりそういうのって遠藤さんもいろいろあります。そうですね、やっぱ曲を、ね、たくさん作っていらして、アレンジも作りたいと思ってらして、思う時はやっぱり、うん、ずっと考えてるので、まあ、浮かんできたりとか、まあ、僕の場合やっぱりピアノがね、ピアノ目の前にそうですよ、ね、して作りたい派なんですけど。そうですよね。それでも忘れちゃうんです。あ、そうですか。あってもあっても、うーん、あ、これいいな、これにしようと思って、あってちょっと違うこと考えて、あれさっき何だったっけみたいになっちゃうんで、けど いいメロディーができた時は一曲丸々忘れないですね。だから作った瞬間にもどこに行っても演奏できるかもしれない。うん、あ、うん、そうですか。忘れない。でも大体1曲作るのにね、大体所要時間でどれくらいかかります？まあ、そんなこと比較対象しようと思ってるわけではありませんが、はい、曲によるんですけど、例えばこの僕の曲の2曲目の、永遠の人っていう曲なんですけど、この曲なんかは特急の上野から水戸に向かってる、はい、特急日立ってあるんですけど、 ありますね、はい、乗ってる時に5分ぐらいでできた曲なんです、ね、本当に。その間に僕がなんか浮かんで、かと思うとちょっと今ちらっと流れてるこれ、はい、桜瞑想曲っていう曲で、はい、2年前のニューヨークの桜フェスティバルっていうところに弾かせてもらったんですけども、はい、この曲はもう3ヶ月ぐらいかけました、多分イントロから。あ、そうですか。イントロができるのに何週間みたいな、そんな感じ。なるほど。まあ、それだけ、長期じっくり作ってみようと思ったところではあるんですけど、さっと作っちゃうっ
ていう時もあるし、なるほど、この曲だけはちょっと、はい、深くいろいろ調べてとか、うん、時間をかけたいなとか、あとちょっと経ってから振り返ってもう一回作り直す、うんうん、してみたいとか、なかなかそう思うことって少ないんですけど、うんうん、まあ、そういうふうに思うと何ヶ月かかっちゃったりする。それだけだから思い出がね、そうですね、特に深いっていうことでしょうね。やっぱり自分の作りになってる曲の中でもやっぱりこの曲が特にっていうのがあるわけでしょ、今の話を伺ってるとね。そうか、まあでもいろいろでちょっと参考にさせていただきます。はいはい、もう、ま、前なんていうのかしら、私の場合は全く未知との遭遇みたいなものであって、はいはい、もうこれからどうなることでしょうみたいな世界なので。楽しみですね、皆さん。ありがとうございます。作曲者、ありがとうございます。そして年内に来てちゃったり。そうですね、例の8月、あ、この番組言ったかしら、7月8月9月って毎月1回ずつちょっとあるライブハウスでライブをやることになってるんですけど、さっきねお話もしましたけど、はいはい、9月の、9月のライブの時には、うん、自分のオリジナルのものがまだ CD はもちろんならないけども、はい、その前の段階で自分のオリジナル曲としてもうちょっと披露できればなと思っているんです。いやいや、あと3ヶ月しかないでしょう、はい、っていう世界なんですけど、はい、いやどうなるのかしらって。もう1曲です、1曲だけ、1曲だけはできると思います。で、そうですか。いやもうちょっとね、なんかもうなんかいろんなことをやってる中でこれは結構本当にこの作業はですね、私の中でもちょっとこう全く違う色合い の、 そうです、ね、ことで作業であって、だからまあ大丈夫かなっていう不安もあるんだけど、それ以上にちょっとなんかこう楽しみというかね、うんうんうん、そっちの要素の方がでも大きいんですけどね、うんうん、で本当に私が作っていいんだ、いいのだろうかみたいな、そういうのもあるんですけどね。あ、そうですか。またね、いろいろちょっと遠藤さんには教えていただければなというふうに思います。すいません、よろしければという感じです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、なんかいろいろねちょっとこうお話を聞かせていただいて、私も大変本当に参考になっているんですけども、今後の予定としてね、はい、ちょっとお話をさせていただければと思いますけど、海外定期的にね行ってらして、先ほどもちょっとニューヨークのお話していただきましたけど、定期的にやっぱり向こうの方で演奏活動もされていらっしゃいますでしょ。定期的というわけではないんですけども、ええ、まあ何年かに1回だったり、まあ2006年にニューヨークに1年住んでたことがあるんですけど、ね、はい、あ、そうなんですか。ハーレムのウエストハーレムっていうところに、ええ、あ、そうですか。はい、まあそういう、まあ、その時は武者修行で行って、ええ、まあ、仕事したりしてたんですけども、まあ、そういう、それからですね、それからちょっとそういう、今年は8月の8日に、はい、バリのウブド、ウブドジャズフェスティバルっていうのが、はい、多分今年でまだ2回目、あ、そうですか、去年から始まったフェスティバルなんですけど、縁があってそちらに出させてもらえることになって、僕なんかで大丈夫かなと思ってるんですけど、それはそれは、ピアノソロで、行ってまいりますね。あ、そうなんですか。はい、あ、でも楽しみですね。すごく楽しみなんです。ね、うん、日本人は一応僕だけで、あとは結構いろんな国か、7カ国ぐらいから、はい、あ、そうなんですか。ニューヨークからも来てますし、ロシアとか、そうですね、西洋の方からも来てると思います。はい、あ、そうですか。まあでもいろんなね、まあ、国のそういうピアニストの方々のまたそういうこうパフォーマンスとか演奏とか、まあ、見てお聞きになるとまたいい刺激にもなりますよね。いや、人の演奏してるのを聞くのが大好きで、あ、そうですか。自分の聞くのはなかなか辛いんですけど、いい、そんなとにかく、あと、まあ、知ってるピアニストだったりとか、もちろん海外のピアニストもそうなんですけど、もう人のピアノだったら24時間ずっと聴いてても、あ、本当大丈夫っていう、絶対飽きないですね。あ、そうですか。絶対飽きないと思います。なるほど、じゃあもう本当、Nさん DNA 的にもう
音楽なんですよ。音楽がお好きな DNA じゃないですか。やっぱりそれはね、お父様やっぱりずっと音楽をやってらしたから、はい、音楽のお仕事を携わってらしたからということ で、まあ、DNA 的にその受け継がれたものっていうのがやっぱりあるんじゃないかな、ね、あると思いますですよね。思いますね、うん、本当ですね。割となんか不思議なことにね、やっぱり あるようですよ、うん、私もね、ずっと実家がお商売やってたんですね、はい、栄だったんですけど、はい、でまあ、おじいちゃんの代からで、まあ、それからおばあちゃんの代、まあ、祖父祖母父になりましたけど、父の代で終わりましたけど、やっぱりこうそういうお商売の家系に育っているので、はい、自分自身は今はもうちょっとそこは少し離れてますけども、やっぱり自分も大学生の頃に、うん、まあ、オファー受けて、まあ、お仕事をして、まあ、それは、まあ、芸能活動ということでしたけれどもね、うん、はい、まあ、その後イタリア行って日本に帰ってきてから起業して、いわゆる自分でそのお商売というかいろんなものを企画していろんお商売をしていましたから、やっぱりなんかそれって DNA なのかなって思いましたね。それであるでしょ、あると思いますね、ね、子供の頃ってなかなかね、うん、ちょっとそれが分かりづらかったりしても、うん、ある程度この物心つくとなんかそういうのって不思議とあるのかなって絶対ありますね。ね、その持ってるちょっとしたセンスみたいなのとか、うん、必ずその人にしかないものがあると思う、ね、ありますよね、うん、そうですね、そんなやっぱり遺伝です、うん、遺伝だったり、ね、本当ですね、環境だったり、そうですね、うんうん、おっしゃる通り、今その、今度バリで行われる、はい、ジャズフェスティバルにね、はい、お出になるということですけども、その後まあ、本当にいろんなね場面でご活躍だと思いますけれども、はい、まあ、遠藤さん的にその今後ね、まあ、ちょっとこういうものを、はい、まあ、音楽のカテゴリーのこういう音楽のカテゴリーの中でやってみたいとか、はい、まあ、予定されているものとか、はい、あとは思いみたいなものを、はいはい、ちょっとお話ししていただければなと思いますけど、はい、これから取り組みたいことがあって、はい、もう本当にこれからなんですけども、うん、すごく日本の歴史だったりとか、まあ、ジャズって実はたかだか100年だったりするんですよね、うんうんうん、まだ浅い比較的、うん、はい、さらに昔の平安時代だったり、うん、ちょっと勉強してそういう時代の物語を曲にしてみたりとか、はい、あ、そうですか、そういう時代の音楽をちょっと勉強して、それとそれを取り入れて、で、まあ、僕の持ってるジャズの要素とかオリジナルの要素とかを混ぜたようなことをちょっとやっていきたいなと、実はこの数日で思ってたんです。なるほど、まだ最近ですね、はい、本当にいきなりこんな発表しちゃったんです、でもそれ面白いですね。ちょっとやってみたいなと、まあ、今平安時代とおっしゃったでしょ、はい、平安時代ってすごくきらびやかな、賢治物語、そうですね、ね、あの時代背景のところですよね。それをちょっと音楽とし音楽にしてみたいと、ね、それをなんか、へえ、面白いですね。何十年かかけて壮大なものを作れたんじゃないか。これからもじゃあ遠藤さんのそのピアニストのピアニストとしてのライフワークなんかちょっとにしてみたいというような、そうですね、これでもかなり壮大なことですよね軸とね、なれれば、うん、まあ、でも面白いかもしれない。目標です。そうですか、いえいえ、でもぜひやってください、はい、やっぱり歴史って素晴らしいしね、うん、でやっぱりその歴史があって今でこそこの私たちがここにいるわけでしょ、ここに存在しているわけだから、まあ、それとあとはもう日本の歴史って本当に、まあ、いろんなところで本になったり、まあ、そのドラマがされているんだけど、あれも遠藤さん面白いもので、誰を主人公にするか、うん、どこを切り口にしていくかによって、はい、人物像がガラッと変わるでしょう。そうですね、私時代劇大好きなんですね、はい、社会科の授業の中でも私世界史は嫌いだったんだけど、その歴史の中でね、嫌いというか社会史、社会、うん、そうですね、で世界史はあんまり好きではなかったんだけども、日本史が大好きで、うん、日本の歴史は結構学生の頃には勉強した記憶があるというか好きだったものでね、うん、
だからまあそのこうなんていうのかしらイメージを音楽でこう表現していただくってするってことは いいなと思います。歴史的な私としてもこれは、はいはい、いやすごくなんか何十年後かが楽しみになってきて、そんなことを考えて、あ本当そうですよね、なんか今これをやんなきゃ今これをやんなきゃとか、うん、何ヶ月先のコンサート成功するかなと、まあそれはまた別の、うんうんうん、置いといて置いといてけどそれとは別にちょっと取り組みたいスイッチがこの数日で入ってしまって、そうですか、いやそうなんです。でもあれじゃないですか、そしたらほら先ほどお話聞いた大学3年生の頃に怒りとなって、はい、その感情がスイッチが入って、はい、じゃあプロのピアニストでやるんだって思われたっていうことと今のスイッチって、はい、まああの時は子供、今は大人だからあれだけど、うん、またそのねあのちょっとそのなんて思いの格差って少しあると思うんだけど、でもこれからやっぱりお話を伺っていると、はい、ライフワークになるんじゃないかなというふうに私は感じます、ね、これはちょっとのことじゃ諦めたくないな。だってすごい壮大なものほら、なんかちょっとしたものをさイメージ化してそれをっていうような規模のものじゃないでしょ、うん、そうですね、うん、だって、まあまあ、おじいちゃんじゃなくて何十年かけてもいいものだなと初めて思えた、なんかそこまでのなんか、うん、ね、何十年のことまで考えて音楽を作るっていうのはやっぱり本当は必要だったのに今まで気づけなかったので、ちょっと頑張ります。ぜひぜひ期待してます。本当にあの特に歴史好きの私としては、あ、ね、歴史好きなんですね、大好きだから、あの本当に日本の歴史っていろんな時代があるじゃないですか、はい、でその時代の中でもまた細かくあるじゃないですか、はい、うん、だからもうその量にするとすごいことになると思いますよ、うんうん、とんでもないですねとんでもない量になると思うんですよとんでもないことに、はい、でもそれはやるだけの私大きな価値があると思います、うん、でまたそれが作品となって後世に残るじゃないですか。残したいですね、やるからには、うん、いいですね、うん、なんかいやでもそんな壮大なこう夢を描いてやりたいなと思っている方がやっぱりその私の近くにいらっしゃるということはやっぱり私も元気もらいますね。あ、本当ですか、うん、やっぱりあのこういろんな周りの方が元気にご活躍されている姿とかあのその大きなあの、まあ、希望とかねそういう具体的な夢を持ってやろうとされている方っていうのはやっぱり大きなエネルギーありますからね、うんうん、だから私の周りに本当にすごくあの元気でエネルギーの強い方っていうのもいらっしゃいますけども、やっぱりあの自分もやっぱりそういう方の姿を見るとあのより元気をもらうし、あ頑張っていかなきゃなってね、本当に、うん、本当に思います。私もねあのちょっと細かいご説明できないんだけど、はい、今から2週間前にちょっとあるスイッチが入っちゃったんですよ、はい、ちょうど2週間前にあるスイッチが入って、はい、であの自分も今まで一生懸命こう頑張ってきたつもりだったんだけど、あなんかねその2週間前にあちょっと最近私たるんでたなと思ったの、うん、入っちゃったんですスイッチが。そう、それでねあこれ頑張んなきゃと思って、それで結構今、うん、あの今まで以上に動いてますけどね。どなたかのあのお話をそうあってお話を聞いて、なんかねあの私いろんな方とお話をする機会って、まあはい、多いんですけども、 ある方のお話を聞いた時にああすごいなって思ったんですね、まあ、いろんな方のお話聞くとすごいなと思うんだけども、特になんかすごいなって思って、でそのすごいなと思った時になんかね自分の中でくすぶってた何かがねちょっとこうスイッチオンになっちゃったんですね。オフ状態がオンになっちゃったんですよ。そうそう、オフだったのがオンになっちゃった。分かったもの自分であれってあります、ありますよね。それってオフ状態もよく分かります。分かります、オフ状態。そうそうそう、オフ状態だったのが何かオフ状態だ、なんかねこうオンになったのよ。あそれはなったんですよ。それで、ね、それ自分で分かって2週間前ぐらいに、あ
こでそれなんか自分は一生懸命頑張ってきているし頑張ってたと思うんだけども、それでもなんかちょっとどこかにたるんでたとこがあったんじゃないかなってなんか思って、あこれはあのもっとちょっと頑張ってやんなきゃと思いましたね。だから今それで動いてますけどね。そうなんです、もう実行に移してもう移してますね。だからあのエドさんあれなの、声やっぱり声使うじゃないですか、はいはい、だから治らないんですよなかなか、うん、だけどね、まあ、あの治らないと言いながらでもね、まあ、そのうちだん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 、まあ、あのもともと私ハスキーボイスじゃないんだけど、声が気管支炎になってから治らないからちょっとハスキーボイスになってるんだけど、まあ、でもちょっとこういうハスキー的な、まあ、声で歌を披露するのもちょっと趣があってがいいかな、趣があっていいのかななんてね、ちょっと私はあのポジティブには考えてますけどね、まあ、歌はね、歌はね、もう人それぞれの声質、ね、声質だと感性とね、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、だからまあそれもちょっと趣変わっていいのかななんてね、はい、あのどちらかというとポジティブに考えてますけどね、うん、まあ、そういう私ですので、まあ、あの最近ね、はい、そのスイッチが入ってすごい最近です、はい、あの壮大なね、あのこう夢っていうか壮大なこう、うん、なんていうんですか、予定を作られたってことでしょうね。夢っていうとなんかこうちょっとほら雲みたいにふわふわして消えちゃう可能性もあるから、うん、私夢ってあんまり使わないんですよ、うん、だからまあ予定ですね、計画決めちゃった決めちゃった、そう決めちゃった、やると決めちゃった決めてしまった、ね、でも遠田さん、ね、私本当に楽しみにしてますから ありがとうございますお願いします。それとね、今度近々ね、あの、はい、遠藤さんにちょっと私のサポートで、はい、ね、あのお願いをすることになっていて、先ほどちょっとご案内したあのライブもですね、9月ですね、9月の、28日でしたっけ、30日でしたかしら、30日でしたね9月の30日に自由が丘のグランジェルトというライブハウスで、私ちょっとあのライブやるんですけど、その時にあの遠藤さんにサポートしていただいて、ちょっとピアノをねあの弾いていただくということになってますので、また皆さんにはあのご案内をしていきますけど、ぜひぜひどうぞよろしくお願いします。まあ、その時 あの歌の その、ね、選曲もなんとなく、ね、ぼんやりちょっと考えているんですけども、あの私の例のオリジナルの歌も一曲そのうち入ると思いますので、はいはい、うん、まあ、私の出来が遅ければできませんけど、うん、でも私はもうここで歌うぞって発表するって決めてるから、はい、あのできると思います素晴らしいありがとうございます。素晴らしい、いや今日はもう本当にあのとっても楽しいお話というか、意外なお話も聞けてね、遠藤さんが、私遠藤さんって私から見るともう 100% どちらかというとこうなんていうのかしら、あの芸術家の方で文系、うんうんうん、ね、なんか理系が文系だったら文系で、うん、それであのもう本当に芸術家の方っていうイメージがあるんですけども、うん、でも今日ねお話を聞いたら実はあの野球少年だったという意外な一面もちょっとお話をしていただいて、あのすごくちょっとあの意外だったけど面白かったです。あ、そう言っていただいて、はい、でもやっぱりあのそういうね少年時代だったけども、あのもうあるご縁があって、はい、やっぱりね、あのプロピアニストとして方向を決められて、うん、今ねご活躍だということで、やっぱり何がご縁になって、そしてそれがそのご縁があって出会いがあって、それがその後の人生どう変わるかって大きな分岐点だから、うん、これ本当に不思議ですよね。不思議です ね、はい、だけど不思議だけども、あのよく考えてみたらそれがやっぱり宿命というか運命なんでしょう、うん、はい、というふうに思います、うん、はい、あの遠藤さんますますの本当にね、はい、ご活躍をご期待しておりますので、はい、ありがとうございますまたこれからもね本当いろいろとあの教えていただくことたくさんあると思いますけど、はい、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。今日も本当に楽しいお話、まあ、こんないい、ね、音楽に乗って楽しいお話を聞けて私も大変勉強になりました。私も本当にね自分のオリジナルの楽曲活動頑張ってなんとか9月にはですね発表できるように頑張っていこうと思っております。田島美亜のちょっと一言もっと独り言、来週もどうぞよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。